味噌汁の具にトマトを使うのが好きです。トマトはですね、出汁の中で割とよく煮た方が酸味が引き出されて美味しいです。おはようございます。10分でできる頑張らなくても美味しい朝食、今日もやっていきたいと思います。和食による朝食が10分で簡単にできるという動画ですね。まず日本食の基本は汁飯こうです。汁はまあお味噌汁に代表されるおつゆですね。飯はご飯、こうというのは漬物です。この3つが和食の基本です。そこにおかずが1つつけば一汁一菜、おかずが3つつけば一汁三菜です。今日は典型的な一汁一菜の朝食を作っていきたいと思います。味噌汁の出汁は昨日から仕込んでありました。簡単な話です。で、味噌汁の詳しい作り方はこのアカウントの一番上に3つ動画が固定してありますけれども、その一番右のもので見ていただければと思います。僕は結構ね、漬物はですね、まず日光味噌のたまり漬けの7種刻み合わせ段々ですね。これはですね、大根、きゅうり、なす、しその実、ふき、生姜、かんぴょう、この7種類が詰め合わせというか漬けてあります。次にらっきょうのたまり漬けですね。これは大きな粒を半分に切った縦割りにしたものです。あとはごぼうのたまり漬け、細いのやら太いのやらありますが、今日は割と細いのを3本ぐらいにしておきましょうか。そしておかずですね、今日は典型的な一汁一菜、おかずは1つ。昨日これイワシの丸干しを網で焼いて、オリーブオイル、あと上に香草を散らしたものですけど、これ夜食べたんですが、食べきれなかったんですね。で、夜食べきれないおかずがある時には、よしこれはいいぞ、明日の朝のおかずにしようと思うわけですね。これはもう今さら網で焼くこともないので、電子レンジで温めることにいたします。味噌汁はですね、トマトを沸騰するか沸騰しないかぐらいの出汁でしばらく煮て、酸味が引き出されたら、そこに今日はですね、小松菜、まずこれ根っこに近い部分を先に投入します。で、葉っぱの部分はですね、すぐに煮えてしまいますので、最後の最後で投入すればいいですね。その後に味噌を溶きます。それでは味噌汁が完成して、イワシを電子レンジで温めて、ご飯をお茶碗に盛ったら、またビデオを再開します。よろしくお願いします。それでは10分でできる頑張らなくても美味しい朝食、今日も食べていきましょう。トマトの味噌汁は、まあ、彩りも綺麗ですよね。イワシの丸干し、若い頃はこんなもんのどこがうまいんだと思いましたけどね、この年になると特にご飯と一緒に食べる、これは最高ですね。
というわけで、熱い味噌汁とあったかいご飯と漬物さえあれば、おかずは昨日の夜の残り一品だけでも豊かな美味しさが朝から味わえますよということです。それではまた、10分でできる頑張らなくても美味しい朝食、来週も何かしたいと思いますので、またよろしくお願いします。